Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda です。髪の毛すごいことになってますね。まあ久しぶりに髪もバッチリだし化粧もちょっとしてるから皆さんこれで喜んでくれるんじゃないですかね。化粧して喜ぶ。Arkadaşlar hatırlıyorsanız geçtiğimiz hafta böyle Türk düğünlerindeki efsane ya da garip grup danslardan falan filan böyle videoları izleyip şey yapmıştık. Oh, ninja karavarita. Onları göstermiştik hatırlıyorsanız. Yorumlarda yani ne bileyim beni çok yere vuranlar oldu falan filan. Daha güzel danslarımız yok muydu? Niye böyle şeyler gösterdin? Bizi rezil ediyorsun falan diyenler oldu. Ama arkadaşlar rezil olmak için falan değil. Hani biz eğlenip böyle gülelim. Sizlere de eğlenceli tepkilerimizi gösterelim istedik. Hani Türkiye'deki ne bileyim öyle halaydır, horondur, o gibi böyle havalı Çerkez, Kafkas danslarıdır falan filan tabii ki göstereceğim. Yine onları başka bir seride yapacağız. Türk sinema tarihindeki en azından YouTube üzerinde bulabildiğim zaten bir video içerisinde var hepsi. O video içerisinde yer alan en saçma sahneleri izleyip yine Seika ile burada tepkilerimizi ölçeceğiz. Bunu bir de aslında Japonya versiyonu yapmayı düşünüyorum. Hani Japonya'nın böyle film tarihindeki en saçma sahnelerini falan izleyip böyle birlikte yine tepki vereceğimiz bir şeyler de olabilir. Tuni konayda mitano mo sogoku tanoshisou na imeji. Nanka zenzen hen na hito toka souyu imeji wa mattaku nakatta shi, souyu me de wa mite nai nda yo ne. Futsuni datte Feri to ma issho ni iru toki toka mo Toruko no douga toka mitari toka kekkonshiki toka no まあ、動画見て普通に綺麗だなとかいい印象あったからまた別物として見てたよね。まあ普通にまた綺麗なものとかその前も言ったけど送ってくれたりとかしてくれればまた反応、うん、することもできるし、まあ、だからぜひみんな自分がなんだろうなめっちゃイケてるみたいなのがあれば、うん、見たいなって思います。Türk sinema tarihinde böyle işte Yeşilçam filmleridir falan filan günümüz filmleridir. Bulabildiğim tek bir videoda toplanmış en saçma sahneleri izleyip yine birlikte tepki vereceğiz. Valla bakalım Seika bu konuda neler diyecek, nasıl tepkiler verecek çok merak ediyorum. O halde isterseniz hep birlikte videoyu izlemeye başlayalım. Yari. Ketsui Şikamo mai kara deçeri. めっちゃ強くね。え、何？どういうこと？なんで掴んでんの？あ、掴まないと落ちちゃうか。あ、いい。見えたよ、今。一瞬見えたぞ。長くね？死ぬまで。アイシェっていうのはトルコの名前だけど、アイシェ、おいで、おいでって言ってる。手をよこせ、アイシェ、手をよこせって。何これ。ピアノ弾くんじゃねえよっつってる。おお何があったのピアノに関して。いた。どこに何もないよ。なんでこの人だけここにいるんだろうね。え、はい。今何が起きたの？水が？え？え、その落ち方でそういう着地できる？うん、すごいね。多分だけどこの女の人が旦那さんから何かに何か浮気して。カーペットですか？なんでそういう運び方して、そんなことある普通。はできないと思う。でも怒りが、まあそれくらい怒ってんだろう。あ、血が出てる。多分後ろでつけたんだね。
神どうなったんだろうね。すげえ虫の団子みたいな。いい、痛い。もういいでしょう。どんな曲怒ってんのよ一体。ドラマですよ。映画です。もう一回行く？多分やると思うよ。もうずーっとこれやると思うよ。マネキンがぶっ飛ばされてるように見えたけど、すげえ毎回当たってるってこと。何があったの？こんな感じで車やられるのに。何やってんの？何やってると思う？落ち着いていられるってすごいですね。何回も腕やってんじゃない？切れちゃったんじゃない？おお、夢な人です。あれ男じゃ、あ、すごっ、飛行機からですよ。すごいロマンチックだね。レジヒっていうキャラですけど。あ、そうなんだ。手作りがすごい。トルコはこれが有名。この手の外側で人を叩くこと。うん、スーパーマン。でかいけど、なんでみんな声叩くの？これはトルコの殴り方。あ、これめっちゃ有名よ。うん、世界中も有名。これ誰でも知ってる。ベッドに寝て早い、すげえ。なんでどこ押さえてんの？ここね、そこ。あ、自分で潰したんじゃないの？やば。これね、世界中誰でも知ってると思うよ。バカにされたこと何回もある。他の映画とかアニメとかで。こんな、なんか反応する？打たれたら普通に、うん、なんか、ああみたいな感じ。やばいね。どこ打たれたの？わからないけどさ。お姉さんも大変だ。いつの間にかこんなに空いてる。なんでさ、ずっと振り向いてんの？後ろ、前。手でやってる。なんかさ、が修行にしてはちょっとやば。軽々と走ってる。わお、すげえ。まあこの人、トルコのアクション映画の一番有名な人だから、ジュネイタール君という人。超有名。今トランポリンから飛んでるからね。すげえ。この人本当に石つけてんの？ほら、前宙とか爆宙とか、この人側宙とかできるから。すごいね。なんかアクロバットみたいな感じでアクション映画作って、うん、すごい。ボールですか、蹴ってるのは。爆弾じゃなかった。やば。普通に岩を叩いてるよ。もう思う存分に。みんなこういう人に憧れるのかな。でも何の種
げえ。激しい。またあの人ほら、こういうアクション映画はずっとこの人です。超有名だったよ昔。すごいじゃん。トラコの悪い人たちってさ、こういう格好してるよね。うん。木で叩いてるよ。わ。すげえ。せいかさ、トルコの昔の映画とか見てどう思いました？なんていうか、単純だよね。槍のやつが一番怖かった。ヒュンって言って、いい感じにお尻と貫通するなんてあんまりないよね。トルコはできますよ、そういうの。すげえな、喧嘩したくないな。あとさ、今見た動画とかあるじゃん。ああ、それはガチで真面目に作ってる映画ですよ。なんか面白くしようとしてるとか、みんなを笑わせようとかっていう気持ちじゃなくて、本当にアクション映画とか、本当にそれをできてると思わせたいから、そういうところが作ってんだよ。私すごい違うこと思ってた。面白くなんか作ろうとしてるのかなみたいな思って。でもなんか日本でも鉄砲で撃たれて、こううって言ってこうやって見て、なんじゃこりゃーって言ってバタって死ぬやつがあるのね。そういう感じかなと思った。あのお兄さんが一番好きだった。撃たれて、あー、撃たれて、あー、撃たれて、あーって言ったやつが一番好きなので、もっとやってって思った。なんでどんだけ振り回したいんだよ。いつまでやってんの。しかもずっと撃たれてるから、あの人。うん、めっちゃなんか見てって感じがする。明かしたら、わら、yine diyecek seni sizin bu tane çok saçma sahneleri bulmuşsun. Abi ne yaptın? Bizi rezil etmeye çalışıyorsun dedi. Oğlum eğlenmeye çalışıyoruz burada. Sonuçta yine birlikte güldük, eğlendik, izledik, gördük. Vallahi bayağı eğlenceli. Yine böyle sizlerin de böyle izlememizi istediğiniz videolar ya da tepki vermemizi istediğiniz videolar olsa bana gönderebilirsiniz. YouTube'dan yorum atabilirsiniz ya da Instagram'dan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Yine birlikte izleyip tepki veririz diye düşünüyorum. Tokoso, この間コメントとかいいねとかお願いしてたじゃん。それは成功してるみたいよ。そう、なんかコメントにもめちゃくちゃ初めて見た人からホームページで見てきましたとか本当におすすめされましたっていうコメントがあって、成功してるなと思った。みんなのおかげだね。O yüzden arkadaşlar bu videoda yazdırın. Bak geçen olduğumuz gibi geçen 2500 tane falan yorum gelmişti aşağı yukarı. Bu videoya 3000 yorum yapalım ne olursunuz. Ama videodaki yorumları böyle A'dır B'dir, ABC spamlamak tarzında değil de, abi seni seviyorum, video çok eğlenceliydi, güzel geçti falan filan tarzında yazarsanız belki daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalımızı takip etmeyi ve beni yorum yağmuruna tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden yorumları bekliyorum. じゃあ皆さんコメントの嵐をよろしくお願いします。この動画見てなんかもうちょっとこう楽しいやつもっと見せてって思う人はいいねくれたら嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。O halde arkadaşlar, videoyu daha fazla uzatmadan bizlerden bu haftalık bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Saygıyla, saygıyla, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye.